キリストにあって新しいものになった人間を取る漁師。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。マルコの福音書1章16節から18節。イエス様が悪魔の誘惑を福音の御言葉によって打ち勝った後、ガリラヤに行かれて初めての使役をなさいました。イエス様はガリラヤで多くの人々におっしゃいました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様はガリラヤ湖のほとりを通られて、湖で網を打っているシモンとシモンの兄弟アンデレのところに来られました。そしてシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになりました。そしてイエス様はシモンに言われました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えて言いました。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り縄を下ろしてみましょう。シモン・ペテロはイエス様の御言葉に従い網を下ろしました。するとたくさんの魚が入り、網は破れそうになりました。そこで別の船にいたヤコブとその兄弟ヨハネに合図して、助けに来てくれるように頼みました。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげました。イエス様はシモン・ペテロとアンデレに言われました。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。イエス様の話を聞いた彼らは網と船をすべて捨ておいてイエス様に従いました。そしてゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネにも言われました。私はあなた方を人間を取る漁師にしよう。私についてきなさい。すると彼らも船と網と自分の父を残してイエス様についていく最初の弟子になりました。イエス様はガリラヤで漁師だったシモン・ペテロとアンデレ・ヤコブ・ヨハネを呼び集めました。あなた方は私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしよう。同じように神様は創造の前にキリストにあって私たちを選び召してくださいました。あなた方を言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。神様の伝道計画のためにその御心のままに私たちが行くべき道を教えてくださいました。イエス様から召されたシモン・ペテロはすぐに網と船を捨てておいてイエス様に従っていきました。ところが後日、大祭司の庭の中で女中の一人から聞かれたペテロはイエス様のことを知らないと3回も打ち消しました。このようにペテロは環境の前で崩れました。なぜでしょうか。私の魂の深いところにある過去の傷、私の意地で生きようとするすべての肉の思い、不信仰によって生きてきたからです。私は創世記3章19節、キリストでこれらをすべて捨てる霊的な戦いをして、ただキリストだけに従うと決断する分別力がなければなりません。後代まで保証される神様の永遠の契約、創世記3章15節、女の子孫メシアキリストの宮で聖なる霊的戦争の勝利を体験できなければどうなるでしょうか。ずっと失敗者として生きることになります。なので私たちに必ず必要なものがあります。何でしょうか。サタンに飼いならされた古い人の生活を捨てなければなりません。キリストにあって救われた新しい被造物として生きることです。そうすると聖霊充満を受けて使徒の働き1章8節、地の果てまでキリストの証人となる祝福を神様がくださると約束してくださいました。私たちをただキリストだけに従う人間を取る漁師として呼んでくださった生きておられる神様の前で堂々と力強く呼んでみましょうか。イエスはキリスト。
私たちは神様の子供。すべての問題終わり、悪魔は去っていけ。聖霊充満、世界福音化、地の果てまで証人になろう。どうしてイエス様をキリストとして信じなければならないのでしょうか。創世記3章に出現したサタンの誘惑を受けたアダムの子孫として生まれたすべての人間は神様から離れて罪の権威にとらわれて死の権威とつながっています。死の権威を持っているサタンが災いとつなげておいたので、運命を変える方法は絶対にありません。それで神様が人間のすべての問題を解決なさるために女性の母体を借りて精霊として生まれさせた創世記3章十節女の子孫一人息子イエス・キリストを送ってくださいました。ヤコブの手紙4章7節、神様の契約の御言葉に従うと悪魔に立ち向かう力がきます。第一ヨハネ3章8節、神様の御子イエス・キリストが現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。創世記3章19節、女の子孫であるメシア・キリストを持つ私たちが一番先にすべきことは戦う対象を明確に知って霊的な戦いを始めることです。創世記3章、自分が神様のようになって生きる古い人の自我。創世記第6章、絶えず悪魔に取り憑かれた状態で悪霊の文化の中で生きようとするネフィリム思想。創世記11章、死の権威にとらわれて欲求と欲望に従って生きようとするバベルの塔の呪いを私の体から崩さなければなりません。使徒の働き13章10節、古い人の自我を打ち壊さずに自分の十字架を背負わない全ての信仰は偽りと横島に満ちたものであり、キリストの敵となります。使徒の働き16章16節から18節、悪霊に憑かれた者としてキリストを受け入れない占い師として生きています。使徒の働き19章9節、キリストの道を罵って心を固くなにして神様の御言葉を聞き入れず悟ることもできません。ヨハネの福音書8章44節、偽りの父悪魔の子供になった身分で生きることになります。神様は私の体にサタンがもたらした12個の問題を打ち壊しなさいということでキリストを送ってくださいました。霊的な戦いを本当に始めると世の中で得られない無限の神様の恵みを受けることになります。私はキリストにあって新しくなった。私はキリストにあって神様の子供になった。私の中に死の眠りをするようにさせる汚い呪いの霊はイエス・キリストの名によって打ち砕かれ、私は毎朝目を覚めたら神様の御言葉を持って祈り答えを味わう神様の子供として生きるから。主は生ける神の御子キリストです。今週1週間も創世記3章19節、悪魔の仕業を打ち壊された王の王キリストの皆で人の体にある罪の権威、死の権威、自己の権威、呪いと災いと運命を変えてあげる人間を取る漁師としてキリストだけに従う素敵な弟子になることを祝福いたします。生きておられる神様、神様の伝統計画の中でただキリストだけに従う人間を取る漁師として私を見せてくださりありがとうございます。毎日私の体にサタンがもたらした偽りと固執、すべての思いを伏せる霊的な戦いに勝利し、あらゆる国の人々に行って弟子としなさいという神様のビジョンを答えとして享受するダイナミックな弟子になるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。